はい、どうもタクタクです。枯れたブドウは残虐とともにやっていきましょう。さあ、そういえばここでね、助けるっていう選択しかしてなくて、これまだね、この2つ選んでなかったんですよね。なんでここでことのを見捨てるにしてみましょう。見捨てる場合どうなるんだろう。ごめん、ことのちゃん。あ、逃げた。嘘でしょ、マッキー。どうなったのこの後。お、はあ、はあ、警察呼ばなきゃ。何、誰が来た。来ないで。リサの方、安心して、あなたに興味はないわ。え、なんてね。永遠に寝てなさい。結局こっちも、ああ、リホ殺したんよね。ババさんと仲のいいあなたがいたから、せっかくだし試したらこのざまよ。簡単に友達を見捨てるなんてね。あなたはババさんに毒されすぎたのよ。トゥルーエンドなんてないんだろうが、これは。トゥルーっていうかハッピーエンド。さっと死体はとりあえず隠してお母さんに報告しなきゃ。お母さん？お母さんも？ただいま、お母さん。あ、あんた何よその格好。あのね、お母さん、私お父さんの敵を撃ったんだよ。か、敵？うん、18年前のあの事件の犯人はババテッペって人だったの。それ本当なの？そう、しかも娘がいたのよ。まさかあんた、あは、殺したの。これでお父さんの敵が取れたんだよ。どうした？本当、血は争えないのね、お母さん。え？ババテッペイは私の元彼よ。え？そしてあなたの血のつながったお父さんよ。おっと、は？ババテッペイやばいでしょ、いろいろ。私が妊娠した途端に彼は私を捨てたの。嘘だよね。すべて本当よ。あなたはババテッペイの娘よ。そっか。あれ、終わった？おお、3人いない。ババとシーナに立花、3人とも、3人も遅刻か。のきなこと言ってんな。あれ、普通に来た。お、立花来たか。早く席に座れ。遅刻じゃねえのか。普通に学校に来たよ。どうした？死んだ二人はどこへ？ねえ、なんか臭くない？あ、そういうこと？だよね、ガソリンの匂い。皆さんおはようございます。そして。さようなら。とかーん、みたいな。ああ、なるほど。え、なんか、俺、これトゥルーな気がしてきたな。トゥルーというか、1。その、なんつうの、ハッピーエンドなんかないゲームだと思うから、これは。これで全ての真実が分かったと。で、ことのとりさは同じお父さんだってことだよね。で、てっぺいはもう、ね、すごいプレイボーイで。ってことですよ。プレイボーイと言っていいのか。いや、そう、ちょっとそれはプレイボーイの人に失礼かもしれない。もっとね、素敵なプレイボーイもいますよ。どういうことだ？何が言いたいのかわかんないけど。もっと紳士的なプレイボーイもいるはずです。
そんなね、妊娠したからといって捨てるようなクズ人間ですよ、そんなやつは。もうはっきり言おう、クズ人間だ。いつも笑ってる場合じゃない。でどうなったのこれは、エンディングは4か、2456とか一周していきましょう。ということはもう一つあれは3かな、で、あとは1と3という形になるのかな。で、これ、あ、それ?あなた早くしないと遅れるわよ。うるせえな。新聞読み終わったからな。読み終わったらな。これ同じやつだ。この人が馬場鉄平ってことなのかな?こんにちは。今日のニュースです。今朝の8時42分に、江昭林高校の、うん、これね、はい。生徒28人と教師1人が死亡しました。これちょっと違う内容ですね。防犯カメラの映像から立花理沙容疑者がガソリンを持ち込ん運んでいたことが分かり、出火原因は立花容疑者のガソリンとみて、県警は調査を進めています。また昨夜から行方不明になっている、江昭林学高校の女子生徒2人、はい。琴野さんと牧さんらが昨夜の防犯カメラに門から校内に入っていたことが分かりました。で、2人はどこ行った?物騒な事件だな。いや、これは何なん結局これは。たくまた泣いてやがる、うるせえな。やっぱこれが馬場鉄平ってことなのかなこれは。ちょ、何するつもり?黙らすだけよ。うるせえな。もう耐えられない。で、この赤い人は誰?これをだから1を回収するとこれの真相がわかるっていうことなんでしょうね。これはご褒美なんでしょう、多分。これはご褒美。じゃあもう一つの方、ちょっとやっていきましょう。はい、というわけで、三つ目の選択いきましょう。何もしない。まあ、動けないってことなのかな。ごめん、琴乃ちゃん助けたいけど、怖くて足が動かないの。なるほどね。マッキー。こういう状況にありがちそうな。ふふふふふ。やめて、やめてお願い。こんなところで死にたくない。マキお願い、助けて。はいはい、うるさい。あ、ピュッて。首をかき切られた。ああ、ああ。琴乃ちゃん。来ないで。安心してあなたを殺すつもりはないわ。え?じゃあ私はこれで。ちょ。とにかく警察に電話しないと。いいのかな?もう自首するってことなのかな?血だらけのまま。仕事が早いわね。ほんとや。動くな!警察官。駆けつけんの早っ。リサ?お母さん。お母さん?なぜお母さんが。なぜお母さんがここにいる?あ、あんた、何その格好?あのね、お母さん。私、お父さんの仇撃ったんだよ。仇?うん、18年前のあの事件の犯人は馬場鉄平って人だったの。でも、で、馬場鉄平も死んでんのかな?それ本当なの?そう、しかも娘がいたのよ。まさかあんた。あは、殺したの。これでお父さんの化石が取れたんだよ。この時に事実を教えてもらうわけですよね。本当血は荒らされないのね。馬場鉄平は私の元彼よ。こう同じ事実ですね。そしてあなたの血のつながったお父さんよ。は、私が妊娠した途端に彼は私を捨てたの。嘘だよね。全て本当よ。あなたは馬場鉄平の娘よ。憎んでいた人間の娘だったとは。そっか。どこ行くの?え、何これ?開くのね。はい。
え、もしかしてこれは？なんとなくわかるけど、3階に行くのね、やっぱりね。これで自害するつもりか？そういうことだよね。ここを引っ張る。これいきなり最初にこの絵の引いた人、何が何だかって感じだよね。お父さんと同じ死に方なんてね。これ最初に引いた人びっくりするだろうな。なんとなく笑いながら焼死。最初これ引いた人ビビるだろうな、このエンド。ため息つける、そんな状況で。これエンド3だね、多分ね。エンド1ではない。エンド1はエンド1はどうなるの、これ。どうやったら回収できんの、これ。これ何エンド。え、だって他に分岐なんかありましたっけ。あれだ、あの、今日は何の日みたいなのを入力する場面があったよね、最初の方に。そこに、なんだっけ、親友以上になれるみたいなことを入力すればいいんじゃない？そのワードが何よ？ちょっと思い出せ。それを入れれば多分、トゥルーエンドじゃない？ちょっとそれ試してみましょうか。なんて言えばいいんだろう。なんて入れればいいんだろう。でも、ちょっとまあいろいろなワードを試してみよう。枯れたブドウは真実とともに。もしかしたらそれを入れてしまえば実は、こんなことは起きなかったみたいな。あ、初めてセーブデータが来た。何これ、過去編。あれ、俺も全然関係ない感じか、これ。ちょっと待って、過去編始まるな。何これ、どうすればいいの。過去編とトゥルーエンドを回収するの何か関係があるの、これは。わからん。はい、といったところで、次回最終回だね、これはね。次回何としてでも最終回に持っていきたいと思います。というわけでご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。